はい、こんにちは、ぬぬぬです。今日は昔の株式の売却益についてお示ししたいと思います。面白いですよ。はい、こちらのまず表を見てください。なんとですね、購入金額の、10倍で、株式が売却できました。やりました。はい、時はですね、1999年8月ですよ。アメリカのですね、セレーラという株を買ったんですよね。当時ですね、人間の遺伝子を、いろんなところで解析しようとしてまして、その中でそのセレーラという会社が最も優れてたんですよね。その情報を、嗅ぎつきまして、慌てて購入しました。8月に、260万円ぐらいですね、で購入してますね。それで翌年のですね、これちょっと違ってますね、4月頃にですね売却しまして、税引き後の売却総額がね、なんと10倍ですよ。手数料と税金を引いても10倍です。すごいですね。税引き後の利益が、2400万ぐらい出ております。ちょっと詳しく見てみましょうか。当時の資料がありますよ。当時はですね、インターネットがなかったんですよね。こちら大和証券というところで、取引しましてですね、ですね、こちらに出てますね、この辺りですね。売却損益って書いてます。売却損益の合計が、2400万となってますね。数字見えますかね。手書きでですね、こちらにも、購入金額と売却総額を書いてますね。引き算してますね。ですね、詳しくはですね、こちらですね、外国株式ですね。銘柄がセレーラですね。800株ですね。取得金額、購入金額ですね、266万円ですね。それでですね、これ2000年2月29日現在の評価額とか出てますね。もうすでに2月には評価額が2000万円超えましたね。評価損益も利益も1800万円超えてますね。こんな感じで結果的にはじゃーん、こちらの金額だけの、純利益が出ました。次回からはこちらの情報源とか、いろんな、購入までのいきさつ等についてお話したいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。ヌーヌーヌーでした。